はい、それでですね、本日の動画はもうね、電話はやめてくれっていう動画でございます。あれだ、人の時間を奪う電話を気軽にもうちょっと教えてくれってかけてくるやつはクソだっていう話をしておりますので、タイムイータータイムイーターはいかんぞと。でその後はまたいつも通り日本の未来について語っておりますのでぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。では何でしょう、そうしましたら、それでもごめんなさい、ちょっと見てみないと分かんないですね。はい、インドの鈴木さんのやつ、はい、これうまい、うまい、うん、そうですねちょっとそれは分かんないですね。はいはいはい、あのもう現物確認しないとなんとも、はい、うん、うまい、番号や、はい、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、どうも。どうしたん、めっちゃ電話かかってくるやん。聞いて、聞いて、聞いて、今日も聞いてシリーズ。はい、ということで、はい、プロ整備士の涼介でございます。いや、さあプロ整備士には聞きたいよ。いや、でも聞いて答えることがある。俺も聞いてほしいことがある。いや、あ、言うとくよ、みんなに。そんなね、電話一本でね、うん、原因が分かるほどね、うん、神様じゃないです、僕は。え、分かんないんですか。うん、ちょっと聞いたぐらいで分かんないんですか。そんなな、例えばね、うん、さっきも、うん、最近さ、あのエアコンのなんかこうこんなだよみたいな動画をさ、はいはいはい、こういくつか上げたやんか、はい、そんならな、うん、だからなんか俺のことをエアコンの神やと信仰するなんか一部の勢力がおるらしくて、あ、そうするとね、あのなんかこうトラブルがあって、うん、困ってるんですと、うん、だから修理のご依頼かなって思って、うん、ああご修理ですかって言ってたんで、うんうん、まあじゃあどうなんしようかなとかって思ってとりあえず話聞こうと思うやんか、うん、そしたら親ってなって、うん、例えば、まあ、何やったっけ、液晶パネルが全然うんともすんともつかなくなってエアコンのね、はい、ほんであのボタンを押してもちょっと反応する時としない時があるんですけどって、これって何が原因ですかとか、ああ分かる、信仰心や、信仰心や、信仰心やとか、うん、コンプレッサーはなんかどうやら電源が入ってるって言われたんですけどって言って、うん、なんかちょっと別のところが壊れてるらしくてって、何が悪いですかとか、誰に言われてんのお前はとそこで直したらよろしいがな、知らんがなっていうまあ俺もさ、その最近ちょっと勤めて、うん、まあ、あまり無理にしすぎるのは良くないなと思って、うんうん、とりあえず話は聞くわけよ、はいはい、とりあえずワンクッションね、はいはい、1分ぐらい、はいはい、でももうその1分のうちにだんだんと雲行きが怪しくなってきて、はい、こいつ何言ってんだろうみたいなっていう、最近ちょっとお問い合わせが多いので困ってますよ、あなた、本当にマジでそこのあなたですよ、そこのあなたですよ、そこのあなた、本当にあったく、そんなね、電話一本でね、そんな原因が分かるんだったらね、僕はもっと儲けてますよ、本当に。うまいやな。そう、電話一本かかってきただけで。お問い合わせ電話かかってきたらだ、うん、あの、1000円課金できるようにしとこうや。あ、そんできんの。やりたいな。できんのかな。やりたいよな、それ。1回1000円。なんかあれやろ、なんかあの、5分。なんかナビダイヤルでお伝えしますやつやな、そういうやつやろ、そういうやつ。1分につき1000円の通話料がかかります。なるほど。請求めっちゃ金入る、ダイヤル Q2 みたいな感じってことやろ、うん、昔の、うん、めっちゃ引き伸ばすやろ、そう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 や、そうなんやって、で最近そんなんがさちょっと多くてさ、うん、ほんでなんかあの微妙にこうちょっとイラッとしたよっていう話でいや、まあ、あのな、その気持ちは分かるんで、そのちょっとなんていう、聞きたくなる気持ちはない、はいはいはい、ただ そうですね、はい、そのそれがさ、そのまあ依頼しようと思うんだけど、うん、まあ、どうしようかなっていうのだったらまだ分からんよ、これ、うん、ああこうこうじゃないですかとか話をすることもまあ可能であると、うんうんうん、ただ、うん、もう完全にそのよく分からんけど直す原因を教えてくれ的な電話の方がやっぱ圧倒的にもやってて、で前もおったやんか、あのあほらテスラのさ、うんうんうん、あのホイールのサイズマッチングを聞きに来るタイヤ屋さんとかさ、とととととととあと何だったっけ、なんか修理情報のこれを教えてくれっていう謎の人とかさ、謎の人とかな、おっと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 、やっぱね、あれですよ、え先生、最近勤めて分かりやすく層を広げているようですが、はい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 、それによってですね、はい、あのうぞうむぞうのね、はい、あのいろんな虫が湧くんですよ助
わかりますか。いやでもほんまにそれを感じてて、でもあのちゃんとしてる人はこれ素晴らしいのが、うん、あの必ず、LINE で問い合わせをくれるんですよ。あ、だって電話時間取るもんね。そうだから LINE で問い合わせ、もしくは電話が最初だったとしても、うん、要件を 2,3 聞いて、うん、すいませんそれじゃあちょっとまた LINE の方から問い合わせ入れといていただけたらまたご返事するんですけどって、あ、すいません分かりましたってすぐしてくれる。そうだって電話で、うんうん、そのまあ電話には相手の都合を考えずに一方的に時間を奪いに来る、はいはい、イーターですよ、タイムイーターですよ。そう、はい、だから、はい、そんな人は多分で何回も電話をしたのに出てくれませんでしたとかって言い始めるね。ここだけの話なんだけど、うん、電話かけてくる人は、うん、やっぱな言語化能力が低いそもそも電話いかんやんか。いや電話もいかんやん。電話も文字が文字がやっぱやばいんやと思うよ。ほんまに。だからこれな、その俺の統計上で、うん、勝手な統計上で、うん、最初から LINE の人は、はい、まずそもそも文章をちゃんとしてらっしゃる人が多い。で、お願いして、あ、いいですよって言って全然 LINE で送ってくれる、うん、この人たちも全然セーフ、うん、ただもうちょっと LINE からの問い合わせしかもう対応してませんので、うん、そちらからも入れとってもらっていいですかって言って、うん、ちょっと半ば半切れになりながらもう電話切って LINE が入ってくる人、うん、マジで尻死滅なやつ多い。シリ死滅、あなたも今シリ死滅、あシリ滅裂、あシリ滅裂ここにもおったで、酔っ払っとる。言語化能力低いの大体伝わるやろ。だからいっぱい喋りたいんやろ。そう大体伝わるやろ言いくるめたいんやでもまあ分かるっていうか、その本番のはそのなんか文章化能力が、あ、分かる。そのそもそもの要件とか、うんうん、そもそものそのなんていうの、聞きたいこととかっていうのは文字化することが難しい人が多くて、そうですね、まあ、文字化するには頭の中で考えが整理されて、でこれとこれとこれを聞きたいですって整理ができない、そういかんけんな。そうなんだわさ。まあでもそれってさ、電話かけてきたってさ、うんうん、一緒やん。そうだけど電話かけてきても簡潔明瞭に言ってほしいのに、こいつ何の話しようやってやつやろ。そういつまでそのもう前振り続くねんってやつやろ。だってこっちはもう何回、いやちょっと見てみないと分かんないですとか、うん、現物確認しないと分かんないですって言おるのに、うん、何回食い下がってくんねんこいつっていうやつおるやんか、うん、ほんまに。だからやっぱり、うん、昔から言う読み書きそろばん大事だよね。読み書きそろばん大事やな。だからまあ芸人なんかやっぱその子供自分にはさ、うん、なんかその国語の時間とかさ、うんうんうん、読書感想文とかさ、はい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 、なんかまあ いろんなことやったやんか、うんうん、もうこれ何の意味があるねんぐらいに思っとったけど、はいはいはい、やっぱな国語は大事や。大事やな。あのだけ話しようってもさ、うん、起承転結に沿って喋れん人ってしんどいやん。しんどい。え、それ落ち来るんかなみたいな。関西方面の人間やけそう思うんじゃなくて、単純にやっぱりこう話をしようって今がこれへん、これへん、今それポイントちゃうかって、え、くるくるこうだいみたいな、これいつまで引っ張んねんやろってやつやろ、うん、それわかる、めちゃくちゃわかる。でもだから話がだから今仕事ができる人って、うん、それこそこの間のオフ会で競った人たちもほぼそうやけど、うん、みんなちゃんと起承転結を持って、うん、あのオチまでちゃんとつけてはしゃべるやん。そうオチまでつけるし、うん、その何かの話をしてもそのポイントを押さえて、うん、相手に伝わるようにちゃんと質問だったりね、うん、返しもそのポイントを掴んで簡潔明瞭に話ができる、うん、できるな、うん。やっぱちょっとこのそのなんて国語能力っていうのが、はいはい、やっぱ大人になってもうすげえ大事だなっていうのがもう最近で、いいんですかそんなん言ったら、この我々が喋ってるやつやっていつもダラ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 グダグダグダグ、それ起承転結できてないお前らちゃうんかと。それはねもう言わせていただきましょう。それに関して言うとそもそもダラダラ喋るためのチャンネルなんですよ。そうやな、わかりますか。わかります。わかりますか、はい、そんなね、例えばあれですよ、なんか二郎系のラーメンのとこ行って油が多いとかってバカ言うの一緒ですよ、はい、本当にマジでレベル的に言うとね。だからそんなことを言う人はそこに行っちゃいけないですよっていう話ですよ、うん、本当に、はい。でもまあおかげさんでだから最近ちょっと裾野を広げていこう施策をいろいろしたじゃないですか。そうですね。だから動画は、はい、よく言う、はい、じりじり上り曲線が描けるやつがいくつか出てきて、はいはい、そうですね。
いい感じじゃないですか。いい感じじゃないですか。だがしかし、コメント欄みんなさ最近思わん？ほんまに。ちょっとあの子さんのね、子さんというかあのいつもの人たちにみんなちょっと聞きたいというか、うん、見てほしいんやけど、コメント欄でさもうなんか馬鹿がさ、うん、割と湧いてくるやんか。湧いとるよな。ていうかもうそもそものそのなんてそういう意図で喋ってないのは多分この動画を見た人っていうの 90% の方は分かってらっしゃると思いますよ。っていうその要はエンタメボールやそうもうこっちが投げようはエンタメいきますグッっていうエンタメボールを投げとるのにシュワワワってきてもうわざわざ自分からなんかこうあの顔面に当たりに来る人おるやんかダンってなって当たり合いかみたいなほんまにそんなんを言うのはおかしいと思いますギリみたいないやいやあなたのことですよっていう残念ながらあなたですよってそうなんよなヒットしてますよってそうなんだけど別に自分たちがその大した人間だったら別に思ってないしそんなあのなんていうの俺はね俺別に思ってないよどっちかっていうと多分ポンコツやで人類史においては、はい、知ってますはい大体わかります、はい、人類史においては割とポンコツな方やとは思うけれども、はい、まあ楽しくやってるだけですよ、はい、だからねもうそこにもうお水を差すようなことをしては、うん、やっぱり、ね嫌われるよ本当あのクラスでいじめられるタイプやで、うん、そうそうそれこそでさっき言ったコメントでも、はい、一言コメントを何回も書き込むぜと、うんうんうん、なんかやたら長文書き込みぜおる長文の人ってさ、うんはいはい、すごないでも長文の人はちょっと二言に結構分かれて、うん、あの俺割とちゃんと目を通してるけど、うん、あちゃんとその文章というか自分の意図を伝えようと思った時のそのなんてちゃんとあの例えの話とかそんなのも含めて入れて要はそのちゃんと正確にこの俺の気持ちを表明しておこうっていうタイプの人とこれは全然なんなら面白いコメントも多いけまあ俺割と好きなんやただ俺がもううわーって思うのはあの開業も一切入らんそれなめっちゃ長い自分のなんかそれな何かが分からんやつをずっとひたすら書き続ける人やろ分かる分かるその物語もなんかよく分からんって読みよるうちに、うん、こいつは何が言いたいんだろうそれがだから僕が最初に言った公式 LINE でお問い合わせが来た時にわけ分からんやつがそのパターンマジでそれ本当にだからでもまあねまあでもそういう人のね、うん、なんかこう一つのねあの文章能力向上のきっかけになってればいいですね本当にねでも多分そういう人ってさ、はい普段の仕事でもまあまあ支障をきたしとると思うやめたれやめたれもうほんまにだってあの5W1H ができん人の連絡報告とかもうマジでだるいやん、はい、ちょっと喫強ってしんどんなってくる、うん、それは確かにいちいちこっちがいつみたいな、うん、誰がって、うん、ほんでどこでなんで聞かれかんの俺がってなる人おるやんかでそれでまたキーでレスポンスが返ってくんやったらいいけどで、うん、たまらんみたいないや分からんいや分からんってなってお前があったやろみたいなやつやろ待て待てみたいな分かるそれはもうものすごくよく分かるだから最近だけ保険屋さんと話しよったら、うん、あのドラレコつけるもそれみたいなもうほんまになんかあるらしいよ保険屋さんの担当の方とかと話しよったら、うん、マジで自分が起こしたとかで当事者の事故やのに、うん、その 5W1H いつどこでとかそんなのが全く説明的に人とかおるらしいわおるやなうちよってだってこの間さ、うんぶつけられたおいおトラックなおおガチャンっておいお初心者マークの19歳の女の子ですわ、うん、あれねまあチャーチャーなもう降りてきたらもうナッキョルとそう泣くよ泣くよしよししてあげたくなるナッキョルと、うん、いやでも泣きたいんこっちやとそうやけどそりゃそうやけど泣きたいんはこっちなんやどっちか言ったらな、うん、もう真横に突っ込まれとるけんね、うん、あまあ押したらお母さんが出てきておお母ちゃん、うん警察とかのあれやで調書取るやって、うん、もうその子泣きょるけん喋れんけど私が代わりに喋りますみたいな、それってええのって確かにそれってええのそれってええのやななんか学校の受験の面接親がやるみたいな、まあ、そうだけあの一応連絡先の交換しといてくださいね、はいはいはいまあ、その娘さんの免許証、はいはい、ちょドライバーちょめあの写真撮って会社送ってなって言っていやこれ個人情報なんで撮らせられませんっていや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 で結局お母さんの免許証来てお母さんってみたいなマジで？ってなったよそれはってなるよお前マジかいやだけどびっくりやってそんなのどうでもね自分がそのやっぱりいくら未成年とはいえね、まあね
ハンドル握って免許証取って運転しとって事故を起こしとんだから、うん、娘にあんたはそんな泣いとる場合じゃないでしょうかと、うん、ちゃんと警察の人と相手の人に話しなさいっていうとこじゃないのか、うん、いや俺はそうやと思うよ。いや俺はそうやと思うけど、いやな俺おかしくないよな。でもな最近多いマジで最近多い、多分そっち側がもうマジョリティになりつつありますよ、ね、最近、最近ほんまにその例えばよ、まあなんていうの、じゃあ仮にやけど、うんとな、もうだって車の購入とか一つ取ってもそうやんか、うん、もうお父さんお母さん一緒に車パティンが、まあまあ最初の一発目は分からんでもないけど、年々に3代目とかでもよ、え、いやマジ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 、たまにあるけ、うちでは少ないよ、でもたまにあの知り合いの車屋さんとか行っとった時に、うん、やっぱ家族で買いに来るっていうのはやっぱ多いですね。へえ、見とってそうなんや、あ、あれさっきの誰が買いに来たのって、いや娘さんのやつ来た、あそうなんやって、まだ結構あれな最初の方なって言った、いやもう 2,3 代目かなみたいな、俺はどっちか言ったら黙って買いたいここで見よる人たちはそうやと思うよ、みんな黙って買いたい方やと思うよ、ふん、わかんねえな、だからそれだけねやっぱなかなかね、はい、そのあのちゃんと自分で決めたりとかね、自分で考えたりっていうことがね、はい、できる人がね少なくなってきたっちゅうことさ、ほんまにいかんやんか、がもう弱体化経過が、弱体化経過 GHQ の弱体化経過がここに来てもう来とるよ、極まっとんな、日本人弱ったな、弱った、敗戦国の末路、いやもうよくな ないですよ、もうほんまにこれはもうだからない、100年かけてアホにさせられよう、いやだからここからじわじわと啓蒙していこう、うん、ここが、ね、ここがここがここ目覚まさせていく、そう、ここでもうあの目を覚ますんだっていうやつ、 Z 世代見てないんよ残念ながら、いや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 、20代視聴者低い、まあ、違う、まあまあまあ違います違います、だから僕らの力だけでは厳しいかもしれないですが、このね画面の向こう側には、はい、ね、いろんなおじさんが見てるわけですよ、はいはいはい、そのおじさんがまたその周りにいる子はこうだたちに、ね、こう伝えていく、はい、ネズミ公式にこう広がっていくとそういうことですわ、間違いなく、なんかリターンださんとネズミ子みたいに広がっていかんじゃん、もうあのほら毎日のこれがリターンみたいな、あなるほど、心のあのガソリン、心のガソリン心のガソリン、これが心のガソリンなんで、はい、おじさんたちが頑張って、はいはい、若者を矯正していかんと、そう若者を矯正もうゴリゴリ矯正していかないからねまたおじさんが何か言い始めたわって言われるやろうけどまあまあまあしょうがないですね、もう別にもうおじさんなんで、もう別に何言われてもいいと思うんですよ、そうですね、おじさんになってね、あのいろんなことを守りに入っていかん、あやっぱり、ね、なるほどね、そう、はい、もうおじさんなんやけ、若者から疎ましがられるぐらいの、ぐらいのなって初めておじさんですよ、はいはい、あのおじさんが言おったことはほんまやったと、そう死ぬぐらいに言われたらもうそれでよしよほんまにもうもうね、現世でそのなんかあの利益を得ようと思ってはいけない、やっぱおじさんはね、やっぱそのやっぱその次世代につないでいくということでしていきましょう、はい、はい、ということで、ということで、まあそんなどうでもいいお話でございましたが、はい、まあ最後に、なので電話かけてことでできたら LINE で問い合わせちょうだいね、緊急の時はいいけどね、はい、で多分そういう人ここまで見てないけどそうなんよはい、まあということで今日はそんなお話でございました、はい、それではチャンネル登録がメンバーシップもよろしくです、ではまたバイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。